皆様おはようございます。お元気でしょうか。もう GW 突入してしまいました。皆さんね、移動中、親戚へ帰省といろいろね、計画立ってもう実行している頃ではないでしょうか。まあうちはね、日曜日はお休みなんですが、あとはね、平常通りにねやっております。そして本日はですね、旬のタケノキですね。タケノキね、もうこれゆでタケノコでね、ゆでてございます。これを使ってね、一品いってみようじゃねえかーみたいな感じでございます。はい、タケノコスライシーですね。スライシーいたしました。はい、そしてこれをね、本日は焼いていきます。まあ、ゆでたけのこなんでね、このまま醤油ぶっかけてね、食べても美味しいと思われますが、本日はね、ちょっと焼いていこうではないかみたいな感じでございます。まずフライパンにね、油少々ですね、少々引いてください。はい、こんな感じでお願いいたします。はい、そして、油が温まったところでちょっとね、弱火に C のニンニクですね、おろしニンニク入りました。こんな感じです。ガンガンガガッと。はい、あとはね、このニンニクの香りをだしーなだしーなだしリンパですね。はい、もうここで強火にしちゃいますか。はい、そうしましたら、竹ノーキーですね。竹ノーキー、はい、竹ノーキーをね、ガツンガツンすりリンパと、焼いていきましょう。はい、そうしましたら本日はね、青みでね、青み、彩りですね。彩りで、キヌサヤエンドウですね。まあ、キヌサヤない場合はね、ピーマンでも、スナップエンドウでも、ね、そら豆抜いたやつでも、入れちゃってください。何か青いものがね、入るとこの白いタケノコの単調な色がですね、いい感じのコントリーストになるんじゃないか。コントラスト、コントラストという感じでね、お願いいたします。ちょっと今、キムサヤが一個バーバーの下にね飛んでってしまいました。申し訳ございません。そしてね、バターですね、香り付けのバター。そしてお母か先生ですね、お母か先生。はい、こんな感じでね、混ぜリンタですね。そしてこのバターが溶けたら完成となります。タケノコガーリックバター。それではね、バターの溶けるのを待ちましょう。はい、お分かりになりますでしょうか。バターがね、だいぶいい感じでね、溶けてまいりました。そしてね、もうタケノコもかなり熱々、そしてね、キムサヤにも火が通ってややしんなりしてまいりました。はい、もうここでね、火は止めて、完成となります。それではね、器の方に盛り付けて少してまいりましょう。うまそうです。はい、テーブルの方にですね、ニンニク、タケノコ運んでまいりました。それではね、ちょこっとね、お醤油かけて、まあ、塩分が入ってるバターなんでね、まあ醤油かけたくないよ、俺は薄味でタケノコ食いてやおーという方はね、そのまま召し上がってください。まあこの醤油の香りもね、タケノコを引き立てると思われます。それではいただきます。熱そうです。このバター比熱高いですからね、食べるとき火傷しないように気をつけてください。いただきます。このタケノコのシャキシャキ感とガーリックバターの味ですね。そしてキムサヤの青臭い香りがタケノコにも染み入って最高ですね。いただきます。うまい。そして、まあ、酒でもビールとも合うと思いますが、飯でこれですね、もう継ぎ足しのますよ、鶏もつ煮丼ですね、鶏もつ煮丼。スナギーも入ります。鶏塩もつの作り方は別のようにありますから、そちらご覧くださいね。いただきます。うまいなー。はい、
それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ニンニクタケノコの作り方、これをね動画にしてみました。もう旬のタケノコね、もし茹でたやつね、スーパーで売ってると思いますんで、まあ自分で茹でれるよって方はね、茹でてやった方がねよろしいかもしれませんが、ね、タケノコ見つけた際にはもうぜひお試しください。このニンニクとタケノコってなかなか合いますよ。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するので、皆様の温かいうまく1票入れていただければ、動画アップのスピードもガツンガツンスリリンコーと上がってしまうかもしれません。ぜひ1票お願いいたします。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。ゴールデンウィーク中で移動の皆様、安全運転でイライラせずに目的地に到着してくださいね。それではまたお会いしましょう。失礼いたします。ニンニクタケノコ最高。